はいどうもカパ長ですじゃあこの動画ではね、えー、自民党、まあ、たまにはなんて言うのかな、自民党さんの,この、なんて言ったらいいんだろう、我々国民にとって、有権者にとって、このポジティブなというかね、前向きっつったらちょっと違うんだけど、どうなのかなっていうな、いつもなんかこの、ね、このき、まあ、今日も LGBT 見ますけど、 なんかっっていうとやっぱり特に僕なんかは坪井、ね、民党ともう花から切って捨ててるところあるんで党として期待できるものは何もないとそういう感じなんですけどもそれでもね中にはこの見ていると、ね、そんなでもない、まあ、この先どうなるかわからないっていうところはあれなんですけどもね例えばこの高橋早苗さんが総裁選に向けてねもう動き始めていると。 プロジェクト、プロジェクトさなえ指導みたいな、でこの山田議員とか小野田議員とか杉田美代議員とかが、あまあ、なんか結集して、えー、と衆参国会議員、えー、高市さん本人入れて13人、えー、だそれ以外と12人かな、で、えー、入会者っていうのはなんだろう、勉強会だから入会者か、ね、一般人っていうか、まあ、有識者みたいな、党員なのかな。 まあなんか44名集まって、よし、プロジェクトさない、次こそ勝つぞ、みたいな、そういう感じらしいっていう、そういう動きがあったんだって、うん、まあどうなるか分かりませんけれどもね、うんまあ、とりあえず増税メガネ、<laughs> ね、増税クソメガネ、えー、減税ウソメガネ。 小びかんツボメガネでしたっけ <laughs> 最,新最新進化系は <laughs> どこまでいくのか知らないですけども、うん、だけじゃねえんだぜっていうところだけでもね見せとかないと本当にブロッカス、ね、もう,もう,もうほんと空中分解どころじゃないですよねもうボッコボコで終了とかそんなみっともしょっぱくせえことになりたくなかったらもう、ね、嘘でも吹かしでもガス抜きでもやるしかないよね。うん えー、ポスト岸田意欲の自民、高市氏、はい、これ、ソース朝日新聞なんでね、えー、異例の指導、党内の体制は様子見だそうで、えー、ポスト岸田に意欲を示す自民党の高市早苗経済安全保障担当大臣が15日、自ら主催する議員勉強会を指導させたと、えー、来年秋の総裁選で再選を目指す、えー、岸田首相に対抗する狙いがあるが、 え、岸田さんって何再選目指すのはぁ、あ <laughs> えーん。で、閣僚が首相に公然と挑むかのような動きに、党内の、まあ、ほとんどはね様子見の構えだと。<laughs> で、えー、15日夕方、国会内の会議室、高橋氏が主催した日本の力研究会っていう名前なんだ、正式名称が、の初会合に、えー、有村元少子化担当大臣、麻生派、 山田寛参議院議員、安倍派、杉田水脈衆院議員ら、衆参国会議員12人が駆けつけたんだってで。会合は非公開で、出席者によると安全保障をテーマに意見を交わしたという。今後は月に1、2回程度、国力をテーマに外部の有識者らを招いて議論していくと。へぇ。高橋氏は自らの会合について周囲に勉強だとしているが。 高橋の周辺は来年秋の総裁選に向けた準備だと説明するで前回2021年総裁選で首相に敗れ国会議員票で辞典につけた先月はテレビ番組で次の総裁選で首相と戦おうと宣言している無派閥で立候補に必要な国会議員20人の推薦確保が課題となっていることから自民党内ではいち早く足場固めに乗り出したと見られているだそうです 確か、青山さんもね総裁選出るって言ってましたよね。うんうん、どうなんですかね、まあ仮にですよ、ね、まあ、どなたがなっても、まあ、どなたがなってもってことにはなんねえか、じゃあ高橋さんがこう、まあ、次の、ね、総裁になって、えー、総理になりますよと、ある意味この、ね、このつぼ眼鏡の次だから、ね、どうなんだろう、あともう下がりきったところは上げていくだけ。 そういう意味じゃハードルは下がってるのかなまあ分かんないですけどね増税はねこの増税クソメガネが済ませてくれるしどうだろうな萩生田さんとかどう,どう動くんだろうなうまあ積極的に賛成ではないんですが他に人がいないからねだってマスコミ押しのほらねえ <laughs> 太郎二郎はもう論外じゃんあともうだって石破さんですよントツントツ扱いは石破さんですよだからもう小石川連合そのまんまですよねねえそりゃねえべえって思いますけどさすがにうんねえ石破さんでしょねえ品太郎君にジロ郎君ですようんなんかもう本当は頭痛くなりますよね まあだからもう、あれですよね、うーんまあ、とりあえずは、もし本気でこの総裁目指すんだったら、まあ、メガネ批判は、ね、とりあえず置いておいて、まずこのメディアに、ねうん、だってもう、なんかこの誰に絡まれたって、ね、もう切り返すことは多分できるんでしょうから、まあ、ハーヒーさんみたいな人ばっかりが相手だったら、もう相手にならないですけど、<laughs> そうとも限らない。 ね、どこの局のどの番組に出たって、ね、切り返すことできると思うんでとにかくメディアにね出るチャンスがあったらもう出まくるしかないですよね。何にせよこのままだともう自民党は党としてもう終わりでしょう、うん、実際どうですかね、まあ、反対派も、ね、相当いると思いますけども、うんまあ、やっぱりポイントは、ね、岸田さんと何が違うっつったらそのなんか増税っていう部分でね やっぱり財務省、特にこの、ね、マスゴミをいかにこの自分にとって都合よく利用しつつ、ね、こいつらの首もしっかりこの首根っこをひっつかんでコントロール、うん、で,できれば NHK はぶっ壊してもらいたいですけども、まあ、いきなりそんなの無理だと思うんで、ね、マスゴミにはマスゴミちゃんと対応して、ね、でしかも、よく言えばやっぱりこの財務省とね喧嘩できないと話にならないですよね。うん 確か安倍さんはね、そういうことやれてたと思うんですよね。うん。ほか、誰かいますうん。萩生田さん。ああ、あれか。茂木さんか。ああ。いやー、がんもりんはねえだろう。<laughs> 今さら。って思いますけど。ねじゃあ、あれかな。今のこの外相のほら、上川さん。上川さんだって、あれだよね。ふふふ。 なんか名前を挙げる人ちらほら見たことあるんですけどこの人は首相になったところでね岸田さん同様のご呂用聞きにしかならないと思いますよねうんあ,あれか松野官房長官あるいは西村大臣も控えてはいるのかうーんなんだかななんだか政治家としてのこの手腕というか能力ではねうん まあ確かに他が低すぎてダメすぎてね相手にならないっていうのはあるかもしれないですけどもでもこの現状の選択肢の中ではねうん確かになんか頭一つ二つ抜けてるんでしょうけれどもやっぱ派閥の後ろ盾がないからねそういう意味でのこの強さっていうのをねどうするのかですよね。でもほらあまり批判的なことばっかり言ってねうんあのこれからだっていうのはこのケチつけてもしょうがないんでね。 とりあえずほら、この勉強会でしょ指導じゃないですか。まあ、最初じゃないですか。ねだから、初回で12人集めたってうんだから、すごいんじゃないんですか逆に今の自民党内部でさ、派閥の力も借りずに、何の後ろ盾もなく個人の力で12人集められる議員って、多分いないでしょ。だからそういう意味で、なんかね、うん、頑張ってほしいとは一応思いますね。うん。さあ、次は。 LGBT で今度は自民党を殴りに行きますよ。えー、今回は以上です。